よし。よし、では行きましょう。音がないけど。そういえばこれって音楽、もう今日は音楽なしでいこう。はい、ではガフワが読む朗読ライブ、 Facebook ライブ&ツイキャスバージョンラジオでお届けします。皆様いかがお過ごしでしょうか。神戸より配信、お久しぶりの方、お久しぶりです。初めましての方、初めまして、そしていつもご覧になってくださってる皆さん、こんばんは、カフアです。今夜の朗読は虹の戦士。そんなに長いお話ではないので、続きものといっても抜粋して読んでいくので、そんなに長くはかからないと思います。どれぐらいだろう、ゆっくりゆっくり少しずつ読んでいくつもりなので、今日からご覧になってくださっている皆さん、どうぞごゆっくりしていってください。あ、コウスケさん久しぶりですね。すごい久しぶりの方がいろいろとご覧になってくださっている。一応ではもう熱い話はもうさっきツイキャスの枠でしたので、今日は朗読を、動画を残そうと思います。iPhone のスピーカーで聞いていてステレオ感がわからないので PC に移動なるほど、いろいろマイクチェックをしながらなんで、まあでも声が届いていれば今日はいいかなと思います。そうそう、で今夜の朗読虹の戦士 Worry of the Rainbow、 北山康平さん役なんですけれども、この話はネイティブアメリカの話で、一度少しだけ3章ぐらいまでは読んでいたんですが、もう結構時間が経っているのでもう一度最初から読めればいいなと思っています。で今日はちょっとラジオバージョンですか、まあ読み終わる頃には映像も一緒にお届けできるのではないのかなと思います。いろいろ前進しながら進めていく感じですね。でこの虹の戦士という本なんですけれども、吉本バナナさんがこう最初に、とてもシンプルな本で内容は何ということはない、アメリカインディアンの思想に何一つ興味を持たない子どもでもこの本を読んで心に残るということがあり得る綺麗なシーンをもとお話したと思うと書かれていますね。現代に生きる子どもがこの本を読んで初めて自分の中に眠っている自然と調和したある感覚に気づき、それとともに生きるためにいくつかの知恵や実践が必要となる、そういう時に心の支えになるお話。この本が誕生した背景に気づくのはもっと後だろう。何か形にして残さないことには失われかねないという危惧から密かに紡がれたこのお話の中には悲しい歴史が込められている。ところで私はなぜかある、この本の最後に祈りっていうのがある、ネイティブアメリカの祈りっていうのがあるんですけど、それを吉本バナナさんは小学校1年生の時に偶然見て覚えていたそうなんですよね。世界に調和していくために抱いていた決心が生き生きと蘇ってきた。この祈りを私は昔別の訳で読んで暗記していたんだな。私は随分早くに自分の生き死に関する態度を決めていたのだなと思った。
都会でこのように生きるのは不可能だ。しかしこの心を持つのは生命を研ぎ澄まし死を抱えることは不可能ではない。生きるための優先順位をシンプルにはっきりさせておくこともかなり難しいけれど不可能ではない。そういう気持ちを素直に抱ける本だったと作家の吉本がまずは書かれていました。内田さん、Facebook だと音がキレキレだ、ツイキャスだといいみたいです。あー、そっか、キレキレなんですね。そっか、じゃあツイキャスの方に移っていただいて、 Facebook の方はじゃあちょっと一旦消そうかなと思います。では皆さん、ツイキャスに移動しましょう。キレキレだと朗読を聞けないので。こんばんは、柴田さん、こんばんは。皆さん、Facebook の方にこちらに移動してください。どうぞ。消します。あ、ツイキャスはそのままで。ツイキャスの皆さん、 Facebook はどうやら両方同時にやるとダメみたいなので、ちょっとツイキャス一本でやろうと思います。ちょっと皆さんが移動するまで移動するのか分かんないけど、ちょっとだけ待って。そんなお話なんですよね、このお話。まあ、ひとまずこのお話、結構私は感動好きだったかな。後で私が確認するように、今からバイノーラルです。左、右、左から聞こえてたら OK、 今右から聞こえてたら OK、 そんな感じです。で、まあ、その後ですね、どこだっけな、前書きがあって、前書きもちょこっとだけ紹介すると、ちょっとな、これ1988年にこう書かれた、この前書きが書かれたようなんですけれど、そもそもこの虹の戦士というお話は、ネイティブアメリカンの部族とか書いた本で、これはいつくらいに書かれたんだろう、まあ、相当前に書かれた物語だと思うんですよね。私たちは現在自分たちの生活を見直すべき時代が来ている。これ1988年に書かれている。なのでちょっとのいろんなギャップがありますけれど、で、アメリカインディアの信仰においては、空の星たちの位置の変化によって1960年代後半に始まったことが確認されており、劇的なる変化は活動に激しさを加えつつ、世紀を超えて21世紀の最初の20年ほどを支配することになっている。アメリカ南西部に暮らすホピ族、これを偉大な正常の時と呼んできた。ホピ族がそう呼んできたんですね。で、ホピ族の教えによれば、灰の詰まった氷炭が2回地球を震わせた後、遠くから浄化の時が始まり、ホピと純真な心を持ったインディアンたちが力を合わせて世界をより良いところへ作り変えていくことになるという、
この灰の詰まった氷炭は広島と長崎に落とされた原子爆弾を示す。かつて私は自分の本でっていうのはこの、北山さんが訳されてるんで、北山さんがルーツを喪失したインディアンである可能性、日本人が可能性があるのではないかと指摘した。私たちはあらかじめ母なる地球との絆を失ってしまっている。そして縄文時代のライフスタイルを今に伝える世界の先住民に残された教えと生き方を学び直すことで、もう一度日本列島と自分とをつなぐこともできるはずだと。その後もこの確信は変わっていない。私たちはもともと遠い昔にはインディアンでありながら、インディアン的生き方とは一番かけ離れた対極的な強欲に支配される生き方を良しとしてきた。それは私たちの自然の扱い方を見れば一目瞭然であろう。日本人は日本という国家を愛するほどには日本列島を愛してはいない。その結果、日本列島における自然はことごとくゴミに覆われて、もはやほとんど残されていない。その昔、朝鮮半島やアジア大陸からの帰化人によって大きな8つの島と呼ばれた大きな美しい島々は、2100年を経て今見るに忍びない姿を、自然のままの浜も森も山も沼ももうない。20世紀にはあらかた原生林も消え、水も黒ずみ、空気も汚染した。川には住んでいた魚が浮き、空からは鳥が落ちた。さらに世界中から食料や燃料や森林の木を切り倒して作る紙などの自然資源を大量に輸入することで、世界各国の先住民から土地と生きる権利や環境を奪い、精神的物理的さまざまなレベルにおける汚染を地球規模に広めてきた。当然ながら母なる自然は日本列島から潮が引くように姿を消しつつあると、まあこんな感じで1988年にこの虹の戦士は訳されたわけですが、そうやって考えるとこの暑さ、この地球温暖化、20年以上前から分かっていたことを止めることができなかった地球の私たちは、今後どのように生活をして生きていくのかなぁと、ふと私は数日前に倒れた時には思ってないですけれども、まあ、ちょっとふと感じたことはありますね。さすがにこの暑さですからね。明日から第1章の朗読をスタートします。今日はバッファローに与える歌、アメリカインディアンに古くから伝わる言い伝えというところを朗読しようかなと思っています。そしてこの物語は、ネイティブアメリカン、いわゆる日本でいうインディアン、ネイティブアメリカンの部族、どの部族が書いたかっていうのはあえて記されてないということで、どの部族にも共通してこの物語は読まれている教えであるということで、あえて部族は記されていないということです私たちも今ある日本の伝統や歴史なんかも大切に伝統を残していく時なのではないかなと思いますね。では本日の朗読、バッファローに与える歌。昔我々は平原の中で誰もがみんな自由だった。緑、青、赤、黄色、いろいろな色のあふれる大平原のように我々はみんな自由だった。我々は走り、追いかけ、狩りをした。あなた方は我々に優しかった。
あなた方は我々に食べるものと着るものと、そして住むところを与えてくださった。しかし今我々はみんな年老いた。そして縛り付けられてしまっている。だが我々の心までは縛られてはいないのだ。我々は昔の日々を思い起こすことができる。そして互いにこういうこともできる。あの昔は本当に良かったと。老婆は柵の中に飼われているバッファローたちに向かってそんな歌を聞かせていた。そしてこう言ったのだ。お前たちにはこの歌の本当の意味がわからないかもしれない。昔のことを歌ったところで、それがどんなものだったのかお前たちに分かりようもないだろう。お前たちはただの家畜だ。だから覚えてもいない。お前たちは塀の中で生まれたのだ。私の孫たちと同じように。アメリカインディアンに古くから伝わる言い伝え。地球が病んで動物たちが姿を消し始めるとき、まさにそのとき、みんなを救うために虹の戦士が現れる。覚え書き。これから話して聞かせる原作者不明の物語は、こと細かいところでは違っているかもしれないものの、アメリカインディアンたちの間では実際にあったことだと信じられているものである。この話に登場するインディアンの部族が何族であるかは、話の内容が全ての部族に、そして全てのネイティブピープルたちに共通することがあるため、あえて記されていない。地球上のどこであれ、そこに賢い一人の老婆と、好奇心のある一人の少年と、無数のスピリットの三つがたまたま揃っているようなところがあるなら、実際この話とよく似たような奇跡が起こる可能性があるからである。今夜の朗読はここまでです。次回の放送から第一章スタートします。なんか環境問題とかそういう言葉を一つ並べてみると、なんだかネガティブだな、暗いななんてことを思ったりする時もやっぱりあったりしますけれど、このお話は最後まで読んでみると、とんでもない、本当に奇跡が起こるんじゃないのか、いやいや、その奇跡は誰が起こすんだろう、私なんじゃないの、あなたかもしれない、まあ、そんな感じの、とてもなんだろう、とてもポジティブ、前向きなお話だと私は感じました。なので、なんかちょっとこの暑さでぼーっとしてるし、気持ちを落ち着かせるちょっとした一緒に共有できる静かで未来に向けてお話ができる空間を皆さんとシェアすればいいんじゃないかなと思います。そんな感じで、これまで朗読放送を聞いてくださってた方もそうですけれども、まあツイートで初めてこうちょっと覗いてみたよっていう方もですね、次回放送からずっと続いて、一冊読んでいくので、ぜひツイートをご覧になったら、このカフガヨの朗読に入室していただいて、ちょっとした静かな空間を皆さんで、過ごしてくださればなと思います。
じゃあ、あと10分ぐらい時間があるので、皆さんのツイートあれば読んでいきます。こんなにツイートないのも珍しいな。今日時間はなんとは思います。でこんなにツイートない珍しいですね。ちゃんと声が届いてるのが不安になります。マリパパさん、今来たばっかり。PC 取りに行ってたんですか。もう朗読終わります。ワンさん、久しぶり。めっちゃ嬉しい。すいません、このテンション。すごい久しぶりだった。ワンさん、ご無沙汰してます。すごい久しぶりだ。定型文ですからそういうこと本当に でもこれからまた朗読も続けれるし、新しい放送始まり、そして私は VR コーを作っていくっていう中で、また皆さんと再会できて嬉しいです。でもやっぱり放送は楽しいね。ここまで音楽を流さない放送も初めてなんじゃないですかね。ちょっと今日は音楽なしでしたので、1回ずついろいろとこう発展して、最後は動画で、あの私の映像、いつものように私の映像で終わるっていう感じで流れていければいいなと思っていますね。ご無沙汰してましたこんばんは。ねえ、すごい今日サイレントリスナーの方が多いんですよ。なんでなんでしょうね。すごく不思議。まあ時間がいつもと違うからっていうのもあるかもしれないですよね。でもまあちょっとツイートしてみたら、サイレントリスナーの方もVR って幽体離脱みたいな感じと思えばいいですか。 VR ってね、本当に体験しないと伝わんないんですけれど、なんだろう、こんなの初めてっていう感覚なんですよね。幽体離脱がね、ちょっと私はそうやって言ってる人もいますよね。幽体なんか没入感かな。もうそこになんか、まあまだまだ VR の映像解像度が追いついてないので、作ってる方の解像度は綺麗だったけど、ヘッドセットの VR の方の解像度がちょっとまだついてきてないので、映像があまりなんだけど、こうイラストとかグラフィックとかになるとすっごく綺麗なの、綺麗なので、すごい没入感、そこにいる感じとか、そんな感じかな。もう本当にやらないと、これだけはもうなんとも、やってみたらすっごいってことが多分わかると思うので、昨日スイッチに無茶ぶりでオキュラス買ったらとか言って言ったら、今日買ってましたよスイッチ。アウチさんこんばんは。読んだ本の表紙をスマホで撮って、こちらのツイキャスの画面に貼り付けてみたら、あ、そっか、ここにね。そうですよね、ありがとうございます。
構でもこのラジオバージョンのこの青い画面のところにもあれですか、ラジオの画面貼り付けれるの、どうやるんだろう、やってみようかな、どっからやる、どこ、設定から、そう、ミストっていうゲーム、へー、ああそうですね、うんうん、なんかでこの前私ちょっとあの外でカフェであのシータでね360動画撮ってみて、それをまあ Facebook に上げたけれど、河合さんがエロいとか言ってたからエロいつもりは全然ないし、そこのとこ気をつけてるんですけど、それでもなんかこう360度と近い、すごく近い感じ、こうそこに映ってる人間が本当になんか近いんですよね。だからまあ確かにそう感じるのかなと思いながら、でこう風でこうなびいてたりとかすると本当になんかそこでそこにいる感じになるね、やっぱり VR だとね。で最近その私 VR の英語のレッスンをスタートしていろいろとやってますけれども、まあ、そこでもアバターでレッスンをするんで、あのなんだろうね、オンラインでスカイプで授業するとなんかビデオカメラって感じで、ああ遠くにいるあの人って感じがするんだけど、 VR の中でアバターで会話をしてて、イヤホンでなんていうのかな、その人の距離感とかがすごい近かったりとかして、もうさらにリアル、なんか本当に横にいるみたいにアバターでレッスンができるので、すっごく新しい感覚ですね。なので、まあ、英語だけじゃなくて、あの今後は VR 高校を作っていこうと、今すごいいろいろ動き出してるので、なんか高校と言って、あ高校の資格は一応取れるようにしたくて、それででもあの大人も子どもも学べるプラットフォームを作っていこうと思ってます。で教科の内容とかはもう豊富にしていきたいので、こう日本教育で必要ないところはもうそぎ落として、でもうできる限りこれからの未来に必要である科目をいろいろ入れて、障害教育もできたりとかするような感じでやっていくっていう感じでやりたいなと思ってます。お、予約して買いました。そっかそっか、じゃあロンさんも楽しんでらっしゃるんですね。そうなんだね、えいろいろね、アプリもいろいろ出てくるといいですよね。なんかまだまだ今はね、気配を感じるんですよね。そうで、なんかなんだっけ、うん、そうそう、まあちょっといろいろと時間がないので全部お話できないですけど、あと何分、あと8分か、うん、そう、なんかその気配がすごく VR のいいところだと思います。ま、今はまだそのあれ何、いっぱい欲しい機能とかがまあまだついてなかったりとかして、レッスンしながら教材が読めないとかね、いろいろあるんですけど、でもまあそれも生徒さんと一緒になんか、あメモが取れないとか言いながら記憶を鍛えるとか言って遊びながら楽しんでやってますね。本とか読めるとねいいんだけど、写真の貼り方、ヘッドホンの写真の上の方にある山と月のところ、あーこれか、
これね、あ、本当だ、ありがとうございます。そっか、ここで。